早速ですね。あの一人目の登壇からスタートできればなと思います。小山さん、最初のテーマ PDM とエンジニアのより良いコミュニケーションに向けてというテーマでご準備の方をお願いいたします。はい。じゃあ始めちゃっていいでしょうか。はい。お願いします。はい。改めまして、今日はですね、PDM、えー、プロダクトマネージャーとエンジニア、ソフトウェアエンジニアの 方々同士とのより良いコミュニケーションに向けてと題しましてお届けしたいと思います。よろしくお願いします。えっと、改めまして、私、AmazonWeb Service Japan の斉藤と申します。まあ、AWS とかですね。えっと、普段はですね、COEM って呼ばれてまして、お客様からもハンドルネームで呼ばれてます。あの、もし、いろんなとこでお会いしましたら、気軽に COEM と呼んでください。えっと、今はですね、AWS Japan でですね、 特にスタートアップ企業様の技術支援、フィンテック企業様の技術支援というのをやっています。で過去はですね20年ほどバックエンドのソフトウェアエンジニアをやってまして、直近では4年3か月ほどメルカリ、メルペイというところでバックエンドのソフトウェアエンジニアをやっておりました。はい、で、今日なんですけども、あの,端のあらすじは3つあります。えーと UX、リサーチはですね プロダクトマネージャーの方とソフトウェアエンジニアの,形のき方と同士の気持ちを結ぶ良い方法の一つでありますということです。で、二つ目がですね、まあ、特に今日はあのプロダクトマネージャーの方のイベントですので、 エンジニアってどういう基質なのかっていうのをちょっとご紹介できたらと思ってます、まあ。それを知ることによってどうコミュニケーションすればいいのかっていうのにお役立ていただけたらと思ってます。で、最後にですね、サービスは新しく作る、拡張する、そして外部のサービスを活用するという方法があるんですよっていうのも合わせて知っていただけたらなと思っています。より良いサービスの開発の、より良いチームの形成にお役立ていただければ幸いです。はい じゃあ早速いこうと思うんですけども、まあ、PDM の方がエンジニアの方と接するときに、まあ、どうしてもやっぱ作る話が主体になるんじゃないかなと思ってます。例えばこの仕様は、例えばこの画面はこの仕様でいいんですかとか、えっと、ここのボタン動いたら次どの画面遷移するんですかとか、まあ、例えばそういう話になりがちだと思うんですよね。全然それでいいと思うんですけども、あとスケジュールも来週、多分 PDM の方っていうのは来週まで作ってほしいなと思うんですけど、 例えば来週までって言ったら、やっぱエンジニアの人、じゃあ来週までに仕上げなきゃいけないんですねとかいう感じに多分反応されがちだと思うんですよね。まあでももちろんそれはそ、そ,そういうことは多分いろんなところが起きてると思うんですけど、多分 PDM の方はこんなふうなことを思ってるんじゃないかなと想像してます。もうちょっとサービスに対しては愛を育めないかなとか、愛、サービス愛って何でしょうねっていうところもちょっと皆さんの心の中でちょっと考えながらちょっと話を聞いていただけたらと思ってます。あとオーナーシップ。 要するに、でも、オーナーシップって何だろうとか、そもそもオーナーシップはみんな持ってるだろうと思うんだけど、どういう観点で持ってるんだろうとか、そういうところもちょっと考えながら、ちょっとお話、展開できればと思っています。はい。まあ、先ほど出ましたけども、PDM の方はどちらかというと、エンジニアの方とか、まあ、デザイナーの方とかもそうだと思うんですけども、多分希望を伝えられること多いんじゃないかなと思ってます。こうあってほしいなって。だけど、エンジニアって、 あこれはこうやらなきゃいけないんだって、捉えがちのことが多いと思うんです。じゃあなんでなんだろうって話なんですけども、まあ、先ほども申し上げましたけども、あとこういうのを確かめていく。矛盾、曖昧、抜け漏れって、よくエンジニア確かめに来ると思います。だけどこれは、 まあどうしても基準なんですよね。やっぱソフトウェアエンジニアって完成させることが一つの大きな仕事なので、やっぱその基準をきちんと聞くっていうのはやっぱポイントになってきたりしてます。なのでちょっと予防線張ってるように聞こえてて、オーナーシップとか愛とかっていうところであまり感じられないように見える可能性はあるんです。でもそれは違うんですよ。っていう話なんですね。で、エンジニアっていうのは先ほども申し上げましたけども、ソフトウェアの品質、要するにちゃんとお客様に 完成したたソフトウェアを安心安心全にに使っていだだけけるるようにお届けするのが責務だからです、すこれは非常に分かりやすいあのエンジニアの機質の説明、まあ、目指す機質ってとも言えると思うんですけども、プログラムの三大美徳っていうのがあります。聞いたことある方、もしいらっしゃったら心の中で手を挙げてください。こんなものがあるんですね。 タイ,タイダ短期、合間、すごい言葉なんですけれども、これ実はプログラミングパールって言って、ソフトウェアのプログラミング言語のパールっていうのがあって、それの作者で、かつその解説も書かれていたラリウォールって方があの提唱されてる言葉なんですけれども、タイダっていうのは、省力化につながる仕組みか文書化を行うっていうのが一つ、で、2つ目の短期っていうのが、ニーズに対応するばかりでなく、問題が起きる前に手を打つ。 要するに先に先に手を打とうとしているので、PDM の方が考えていることを根掘り葉掘りやっぱり聞いてくることは、一つのこの短期というところに来ていると思います。まあ、でも実際、怒ったりすることはないと思うんですけども、はい、で傲慢、で他人に批判されない高い品質を出す。なので、適切にスケジュール通りに素晴らしいソフトウェア、お客様にお届けするために、あのやっぱり周到な準備をするために、うん、 間違いがあってはならないということで、よくよく聞いたりすることは割り出あったりしますということです。まあ、結果としてこういう形でより良いなんとかっていうのにつながっていくるってことになります。じゃあ、でも改めて PDM の,の方は思うと思うんですけども、誰のためにサービスを開発しているかっていうと、やっぱりそれはお客様ですよね。これは間違いない事実だと思います。もう揺らぎのないところだと思います。あのー UX リサーチっていうのは、本当に一つの良い方法だってお話をしたんですけど、実は私、その前職で UX リサーチの場に立ったことが何度もあります。もちろん、ヒアリングをしているのは PDM の方なんですけども、UX リサーチャーの方だったりするんですけども、立ち会うっていうことで、改めて自分はお客様に商品を届けている、サービスを届けているっていうことを実感できる機会がたくさんあったんですね。 で改めて、もちろんソフトウェアの品質も大事なんだけども、お客様に届けるっていうところを思い直すっていうところですね、そして身近にお客様を見るっていうことで、お客様からの距離っていうのと関心っていうのを解決することができるというのが UX リサーチのいのエンジニアとかそういう違うカウンターパートを巻き込むときの一つの良い方法ですよっていうところなんですね。 でこれちょっとあの元同僚の,あの田辺恵さんのちょっと資料を拝借してすもちろん彼女には了解と取ってるんですけども、あのお客様に本当に提供したい価値っていうのは、多分あると思います。PDM の方が企画している中でお持ちだと思います。で、実際にエンジニア先ほど言いましたけど、まずそのソフトウェアの品質っていうところにフォーカスをされているので、品質のフォーカスももちろん忘れないようにしつつ、お客様に。 届けたい価値を再確認するときにお客様を見るで、見た後に改めて 例えばこの機能をどう実装していこうか、いや、これは機能として実装するんじゃなくて、また別の方法があるんじゃないかっていう、本当にお客様に届けたい品質に対しての議論ができる、土台ができるというところです。特にあのプロダクト戦略ピラミッドのユーザーストーリー、まさにあの UX リサーチの時にストーリーのこと、必ず聞いてると思うんですけども、ここと、あとどういう実装にするのか、そのストーリーにのっとった、どういういい機能をつければいいのかっていうのをエンジニアの方と語り合える,語り合えるようになる。 なるんじゃなないいかなと思いますじゃあですね、作るときなんですけどもあの、エンジニアの方と PDM の方は作る手段として、次の3つの大きなカードを持っていただきたいなと思ってます。1つは既存機能の改修、次が、ね、外部のサービスを活用、外部のサービス、であと新規開発で、下に向かうほど、た、まあ、多分ご想像の通りえっ、ー、り、コストがだんだん高くなっていきます。 まあ回収はも,ものもあるので、まあ、そもそもあのいじればいいでしょうし、外部のサービスっていうのは、あの手は動かさなくていいんだけどもあの、要するに投資をするってことになりますで。新規開発は当然いっぱい作ることになりますというところですね。あと、ところで、じゃあ、外部のサービスってどんなものがあるんだろうって話なんですけども、この中で、心、まあここの中で、ああ、僕はこれを使ってるわあ、これを使ってみようかなって、多分お考えのものだったり、実際使ってらっしゃるものがあったりすると思うんですね。 特にカスタマーサポートの管理の全デスクとかはあの使われているお客様、あの私のお客様でも聞,聞いたりするんですけども、やっぱりこういうのってある程度型が決まっていて、外から買ってくるって形で解決されている方も少なくないんじゃないかなと思います。他にもいろいろとありますよね。で、えっと、AWS って、実は私、AWS の人間がで、軽く紹介しておくと、AWS ってどうしてもそのプログラムを動かす基盤だと思われている。 方も多いと思うんですけど、それはまあもちろん間違ってないんですけども、実はマーケティングのコミュニケーション、プッシュ通知とかメール通知とか SMS を送る基盤ですとか、あとビジュアライズする、例えば KPI とか分析されてると思うんですけど、そういうビジュアライズするツールですとか、あと機械学習の基盤ですね、よくアマゾンだと当然、皆さんこんな商品買ってますってあったりしますけど、そういうものを皆さんのものでつけたりとか、あと動画配信ですね。 あの動画配信の機能って自力で作ると大変なことになったりしますけども、実は AWS にもそういう基盤があったりとか、他にもいろいろとあります、はい。ということで、まあ、何を言いたいかっていうと、サービスの拡張をするっていうときに、車輪の再発明っていうのは、できるだけ避けましょうっていうのも一つのポイントになってます。まああるるものはは買っっててくれればいいいそれは何でかっていうとと聞けるところがある っていうこととすでにインフラを構築されたり運用されたりするので皆さんで頑張る必要はないっていうところにポイントがありますでまとめに入りますまあ、UX リサーチっていうのはエンジニアの方と PDM の方のその関心を一つに寄せる非常にいい方法の一つですよっていうところですでそれが一つの関心になると何に 提供価値を置くのかっていう議論がちゃんとできるようになりますよ。で、最後は外部のサービスを活用するといいですよというお話でした。はい、以上になります。Q&A はまた、えっと、皆さんまとめてということなので、後ほどお答えしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。2人目ですね、メンバーズ、ポップインサイトカンパニーのエ x リサーター、西さんですね、ユーザー視点をチームに浸透させるワークショップ活用術というところで、ご準備をお願いしてもよろしいでしょうか。 では、えー、ポップインサイトカンパニーの西と申します。えっ、ー、と、本日ですね、えっ、ー、と、ユーザー視点をチームに浸透させるワークショップ活用図というテーマで、えっ、ー、と、お話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、えっ、ー、と、簡単に自己紹介させていただきますけれども、えー、株式会社メンバーズポップインサイトカンパニーで、えー、UX リサーチャーをしています、西と申します。えー、2017年に に入社しましまてユーザーテストとかインタビューの設計実際、アンケートの設計分析、ペルソナとかカスタマージャリーニマップの作成などなどご支援させていただいています。ねえー、と今日が、えー、とユーザー視点をチームに浸透させるワークショップ活用術ということで、えーとまあ、チームのみんながユーザー視点を持つこと、これがなんで大事なのかというところと、えー、チームの視点を揃えるワークショップ、これってどんなことをするのというあの2つの内容についてお話しできればなと思っています。 では、えっと、まず一つ目の、チームのみんながユーザー視点を持つ、ということについてお話しさせていただきたいと思います。はい。で、っとご覧いただいているのが、あの、日本の行動成長期の冷蔵庫を作っているところの、えっと、写真になります。え、なんか、まあ、最初の人儀なんていう言葉もありましたけれども、この頃の、まあ、冷蔵庫っていうのは、物を冷やす。という、まあ、シンプルな機能しかなかったわけなんですけれども、まあ、その機能だけでも多くのユーザーに選ばれて、で、まあ、喜んで買ってもらえていた。 そういう時代でした。ただ、現代ではまあ価値観が非常に多様化してきていて、まあ、その分、多様なニーズを持ったユーザーが存在しています。でまあ冷蔵庫で言いますと、まあ、自動でえ氷を作るといったまあ機能から始まって、まあ、今もスマホと連動して、食材の賞味期限の管理ができたりとか、在庫管理ができたりとか、いろんな機能が付随するようになってきました。ただ、その一方で,です、ね、まあ、どんどんまあ高機能に 多機能にすれば、まあ、昔と同じように売れ続けるのかっていうとそうでもなくなってきていまして、まあ、いくらそのたくさんの機能があったとしても、まあ、それがユーザーのニーズに応えられていないものだと、まあ、全然使われないとか買ってもらえないとかそういったことが、えー、と起こってしまいますで、えーと。作れば売れる時代からユーザーが求める価値を提供できて初めて売れる時代へということで、えー、と何かを作ってうるさい にはですね、どういう価値とか、えっと、ニーズをユーザーが抱えているのか、自分たちのプロダクトがそもそもユーザーの価値観とか、ニーズに対してどういった存在であるのか、といったところをきちんと理解していくこと、これつまりユーザー視点に立つことというところが非常に大事になってきます。で、えっ、ー、と、社内の皆さんの目線がユーザーに揃っていないと、皆さんそれぞれお立場がありますので、社長さんはビジ,ビジョンに合っているのかとか、営業さんは売り上げになるのかとか、 エンジニアさんは本当に実装できるのか。こういった感じでこうバラバラな方向にちょっと意識が向きがちになってしまいます。ただ、えーまあ、そのバラバラに向きがちな視点をユーザーに価値を届けるというところに揃えることで、ユーザーにとってより良いものが早くできるようになります。 でま、チームのみんながユーザー視点を持つにはどうしたらいいのっていう時の手段として、これはいろいろあるんですけれども、えー、と今回は、えー、とワークショップを使った方法について簡単にご紹介できればなと思っています。はいでえー、とワークショップで主に、ま、やっていることとしても、みんなでユーザーの声を分析してみるということです、えー。私が実際に行った時は、えー、私自身が担当した、ま、インタビューの音源を素材にしてワークショップを、えー、実施していました 社内のみんなでワークショップをやることで、どんなことが期待できるのかっていうところですけれども、皆さんが実際に手を動かして分析をやってみるので、UX リサーチのプロセスを体験しつつ、同時に UX リサーチの大切さというところを実感してもらえる機会になるかなと思っています。あと、誰かに調べてもらった結果をただ受け取るっていうだけではなくて、自分たちで分析のプロセスから関わっていくっていうことで、アウトプットのアイデアも出しやすくなってくるかなと思います。 さら、えー、にですね、分析の過程で人それぞれあのい,いろんな見方が出てくるということで、まあ、こういう解釈の仕方もあるんだなっていう感じで、こう一つの声、一つのニーズについて対面的にまあ触れていただく、そういう機会になるかなと思っています。 でえー、とその結果ですね、まあ、UX リサーチって面白いなと思ってもらえる人が一人でも増えてくれるといいなと思ってまして、まあ、それがきっかけとなって、まあ、ユーザーに視点が揃っていってですね、UX リサーチを取り入れた、まあ、開,発開発フローの構築とか、組織作りとか、そういうところにつながってくるといいかなと思っています。 でえっ、ー、と、ワークショップのスケジュールとしては、も当然その時々の、ま、ご状況によって柔軟に対応いただく必要があるかなと思うんですけれども、まあのま、例としては、ま、1人分のインタビュー結果をお試しでこう分析してみるっていうぐらいの、ま、ボリューム感でしたら、大、ま、体2時間かける2日ぐらいでやるといいかなと思っています。えー、趣旨説明とか、ま、インタビューの概要説明、で実際に、ま、1人分のインタビューの、ま、音源とか、その一部を聞いて、 分析の途中まで行うところが1日目。でえー、と分析の続きをしてまとめて、でグループごとにまとめた内容をシェアするというところが2日目。こんなスケジュール感かなと思っています。 で先ほどから分析分析というふうに言ってるんですけれども、まあ、具体的にどんな分析をするのかなというところもあの気になる方いらっしゃるかなと思います。UX リサーチという文脈での、まあ、ワークショップとか勉強会でよく用いられる手法としては、えー、上位階関係分析とか、経営法とか、経営法、こういったものがあれ、えー、げられるかなと思っています。 その中の一つである上位階関係分析について、えー、簡単に説明させていただきますと、えー、上位階関係分析ではですね、インタビューから抽出,出されたユーザーのニーズですね、これを B ニ、えーズ、d o ニーズ、Hub ニーズっていう3つの段階に分類していきます。でえー、順序としては、ユーザー自身が何々したいっていうふうに発言しているニーズ、これを、えーと この図のですね、一番下にあたるハブニーズとして付箋に書き出しまして、で次にこうハブニーズを持っているのはどんなことをしたいからなのかっていうドゥニーズをこう上に書き出していきます。でさらにそのドゥニーズを満たしたいのはどういう状態でありたいからなのかっていう B ニーズをさらに上に書き出す。そうすることでまあユーザーが持っている本質的なニーズに近づいていくという手法になります。 えとこんな感じで,です、ね、ワークショップではまあ複数のグループごとに上位関係分析をえと行っていただいています。でえー、と中にはそのワークショップという場でそのやったことない分析をするというのがまあ初めて、えー、のかな題とで結構こう身構えてしまったりとかイメージが湧きづらかったりするといったこともありますので。 まずコツではないんですけれども、まあ、事前にその分析のステップとかを一つ一つ丁寧目に説明したりとか、再例をお見せしてイメージを膨らませていただいたりとか、あとはそのワーク中にはこう、まず書いてみましょうとか、こういった声かけをしてみたりとか、そうするとまあより筆が進みやすくなるかなと思います。でえっ、ー、と、こうした分析を実際に 体験いただくことで、ユーザーが常に意識しているニーズですね。スライドでは、健在ニーズと書いてるんですけれども、これだけを満たしても、ユーザーの期待値を超えるプロダクトを作るのはなかなか難しいというところに気づいていただけるかなと思います。で実際にユーザーの声に触れていただいて、そこからユーザーの本質的なニーズは何なんだろうというところを明らかにしていくこと。この重要性をワークショップを通じて体感していただくことで、チームの皆さんの視点がユーザーに揃っていくきっかけになればいいなと思っています。 でえー、と実際にそのワークショップにご参加いただいたから方からはですね、えーと、その視点はなかったっていう気づきを得られたですとか、えー、プロダクト制作の方向性を考える軸になると感じたとか、えー、チームや横断、えー、組織の効率的な意識共有に役,、えー、役立ちそう、こういったコメントをいただきました。 一方で、えっと、ちょっとこんなコメントもいただいたことがあるので、えっと、共有したいと思います。N イコール1だったので、活かしにくい。えっと、分析をしたのが1人分のインタビューだけだったので、活かしにくいっていうような内容です。その、N イコール1、N1 だけでいいのっていうコメントっていうのは、そのワークショップに限らず、あの、訂、ま、正調査やる場面では、こう、結構出てくるかなと思っています。 それの言葉の裏には、一人分のまあ意見じゃ参考にならないよとか、せっかくやるんだったらしっかりやりたいよとか、アジャイルに進めたい思いはあるけど、まあ、どうも不安だなとか、まあ、いろんな思いがある,かあるんじゃないかなと思っています。 N1 だけでもですね、まあ、インタビューすることで、定量では分からない情報が得られるっていう価値もありますし、何か一つでも学びが得られたりとか、それがまた次のリザーチにつながったりするのであれば、それはあの素晴らしいことだと思いますし、ぜひそれをあの大事にしていた,だいただきたいなと思っています。その困っているユーザーがいるのであれば、まあ、それが一人であったとしても、えっと、きちんと、えー、共感をして学んでいくという姿勢が大事かなと思っています。えっと、まとめ。 ということで、えー、っと今回はですね、UX リサーチの初心者の方、勉強中の方、あるいは、えー、っと他社の、えー、UX リサーチの取り組みを聞いてみたい方、こういった方にお越しいただいているかなと,、えー、っと理解しています、えーっと。UX リサーチって聞くと、自信までにこうたくさんハードルがあると思われる方も多いかなと。 と思うんですけれどもそのご家族とかご友人とかあの近くにいる方にサービス型感想を聞いてみたりですとか隣の部署の方に、えー、とプロトタイプちょっと触ってもらえませんかっていう感じでお願いしたりするというのも立派な UX リサーチランだなと思ってますのでまずあの1人からサクッと話を聞いてみていただいてユーザー視点がどんなものなのかっていうところの感じで見ていただけたらなと思っています。 まあ、そうしたシータなところからですね、ユーザー視点に触れていただく中で、まあ、その結果をワークショップといった場で、まあ、みんなで共有をしていて、眺めて、まあ、話してみる、まあ。こういったプロセスを経ることが、まあ、社内の皆さんの、えー、ユーザー、社内の皆さんの、まあ、目線が、まあ、ユーザーに、まあ、向かっていくきっかけになればいいかなと思っています。はい。はい、私の、えー、ライトニングトーク、こちらで以上とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、本日最後の あのご登壇お願いできればと思いますクラッシーの安倍徹さんですねチームで顧客の課題解決にフォーカスするための工夫というところでお話いただきますよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします音声と画面大丈夫でしょうかはい大丈夫ですはいよろしくお願いします私クラッシー株式会社プロダクトデザイン本部でディレクション部の副部長をしております安倍徹と申します本日はどうぞよろしくお願いします カジュアルにいきたいなと思いますので、何かありましたら Q&A もいただければと思います。チャットもどんどん書いていただければと思っています。の今ちょっとお二人のお話をお伺いして、かなり通じる話が結構多いなと思ってまして、えー、とユーザーに価値を届けることにいかに集中するか、エンジニアの方も含めて関心を揃えていくか、まあ、そこにかなり近い話になるかなというふうに思います。私自身は今で 本部として、プロダクトマネージャーに比較的近い役割をしていますので、その視点から見た UX リサーチをどういうふうにチーム形成に役立てるか、その視点で少しお話ができると良いかなというふうに思っております。まず私が所属している会社の少しだけどんな会社なのかというのをお話をさせてください。会社のミッションはですね、子供の無限の可能性を解き放ち、学びの形を進化させるということで、えっと、一言で言うと、学校向けの SARS です。 で、B2B のプロダクトになっています。コミュニケーションもできますし、学習コンテンツも入っているので、主にはあの高校向けに提供させていただいておりますが、そういった SARS のプロダクトを作っているということになります。じゃあ、このミッションを実現するために、えー、と大事にしているバリューの下にあります、アンラーンランですね。私もともと学校営業をしていまして、営業から UX リサーチの方を今やっているんですけれども、やっぱり営業で身につけた 経験とか知識とかあるんですけど、それを一つ当たり前を外す一つの手段が UX リサーチかなというふうに思っていますで。この子供の無限の可能性を解き放つためにどういう会社ができたかということなんですけれども、実はもともと学校向けの,あのプロダクトを提供していたベネッセっていう会社とソフトバンク、この2社が合わさってできたのがクラッシーという会社です。まあ、クラスっていう学校の教室に ICT ででイノベーションををししてててて生徒一人一人をしっかかりり見見あげて見守りたいといいいとう思いからできていますでその中で、えっと今日の私をお話しさせていただく内容なんですけれども、最初に共有があった中でも、あの私は UX リサーチ初心者の方に向けてお話をさせていただきたいなと思ってます。ちょっとベテランの方からすると、もう当たり前じゃんっていう話も多いと思うんですけれども、何か一つでも参考になればと思って話をさせてください。 さあ、皆さん、こんなことありませんでしょうかよしお客様と話せたこれで満足とか、準備した質問聞けて満足。あと、インタビュー結果からペーソナ使って満足。でも、それ更新されない。そんなことあるんじゃないかなと思います。あと、私自身が一番課題感を感じていたのは一番下ですね。えっと、エンジニアとかデザイナーの方を巻き込まずに、まあ、営業やっていったこともありますけれども、 えっと、UX リサーチに似たことを一人でどんどん進めてしまっていたという課題感がありました。もっとチームを巻き込みたい、そんな課題感に対する話が今日の内容です。お話しした通り、今、職種はディレクターで、ディレクション部の中で副部長で、前社のその、プロダクトリサーチの推進をさせていただいています。で、学校営業から、えっと、クラッシュで会社に入って、あの学習する機会も多くありまして、UI デザインの基礎研修とか、 あとは UX リサーチ、ユーザーインタビューを学ぶ機会とかがあったんですけれども、それに合わせてあの今日も参加してくれてますけれども、社内の UX リサーチャーと一緒に学校でですね、生徒を巻き込んで一緒にワークショップをして、デザイン志向の方に沿って顧客の課題を明らかにして、ソリューションもアイデア出してもらって、というのを100名と一緒にやってまいりました。今推進しているのは一番下にある顧客の理解と課題の発見とプロトタイピングによるソリューションの調査ということになります。 今日全部話すと多いので、顧客の課題を特定するまでで自分がつまずいたこと、うまくいかなかったこととそれからの学びについてお話をさせていただきます。はい、で課題と得られた効果と工夫3つにまとめてここからお話をさせていただきます。私自身が感じていた課題、そしてやってみてよかった効果、何やったかっていう工夫の3つですね。えっと、今振り返ってみると、メンバーは巻き込めない。 顧客のの課題の解像度が上が上らないインタビュー終わったんだけど、その後のさっきの西さんの話にもありましたね、あの分析する過程の中で解釈そろわない、そんな課題感がありましたで。今日は一番上の話をさせていただきたいと思っています。えっ,とまあやっ ちょっと工夫の話これからするんですけど、やってみてどう変わったかっていうのを分かりやすく何か伝えられないかなと思って話したいなと思ったんですけど、なんか分かりやすく言うとですね、今まで私はお願いしてたんですよね。デザイナーとかエンジニアの方に、さっきのコエムさんの話もありました。これ、いつまで作れますかえこのボタンを押したら合成してほしいですみたいな話をしちゃってました。これはあんまり良くないですね。じゃなくて、えっと、これからお伝えする工夫を通じて、エンジニアやデザイナーの方から、 どうしましょうっていう提案とか相談じゃなくて、私こうしたいです、こうしましょうみたいな、あの意思を持った提案っていうのをしていただけるように変わったんじゃないかなというふうに考えていますで。何やったかっていう話なんですけど、全体の施策と調査プロセス、この2つを一覧化する全体像をしっかり伝えていくということを大事にして推進をしてきましたということになります。あの シェアドリーダーシップっていう言葉を最近私自身も学んでるんですけれども、やっぱり全体像が分かってないとやる気出ないですよね。その全体像を常に透明化していくという話です。で具体的には、えっと、左から右にかけてユーザーリサーチの流れを書いてます。顧客の課題を特定発見して、えー、1人の N イコール1じゃなくて複数やって分析モデル化して、 コンセプトを作って、プロトタイプを作って、その後開発っていう、もっと右側もあるんですけれども、左側4つある中の特に一番左側の話です。ユーザーインタビューとかエスノグラフィー、アンケート、ログ分析をやるときの前提の揃い方みたいな話が今日の話です。で、もうちょっとこの一番左だけズームして拡大しますと、この次のスライドのような感じになります。 仮説作って、インタビュー設計して、インタビュー実写して、振り返り分析するという形になりますけれども、まあ、自分自身がちょっと営業中心、出身だったこともあって、えっと、その目的とか、えっと、インタビューの設計のやり方もこれ難しいですよね。そこをあんまり相談せずにやっていたところがあったんですけれども、チームで仮説作って、インタビュー設計して、実写して振り返り分析って、この調査プロセスをどういう一覧にまとめたかっていうのが今日お話ししたい内容です。 で具体的には、ですね今こういう形でやってるんですけれども、ああ調査プロセスのまずはこれ全体像です。何やるのかっていう施策と対象ユーザー、これ学校向けだと、先生もいるし、生徒もいるし、保護者の方もいらっしゃいます。なので、誰が対象なのかっていう話と、調査目的は課題の特定なのか、ソリューションの調査なのか、あと事前に仮説があるはず、課題とかでも仮説をしっかり立てる。 分からないんだったら、普段学校に訪問してくださっているドメインエキスパートの皆さんと話して仮説を立てます。質問設計を一緒に考えて考察して意思決定するという流れになります。この調査目的はとか、どのステップはとか、明らかにしたいこと、何聞くみたいな話を明らかにしとかないと、参加してくださいって言っても学びが少ないですので、学習をよりインパクトを出すためにも、このプロセスを一覧にしています。そしてもう一つは、この縦の一覧ですね、施策全体を一覧化しています。 えっと、アジャルとかで開発していくと、プロダクトバックログのような形で、えっと、上から順に優先順位高いものから開発していくっていうのがあると思いますが、同じようにですね、えっと、開発しないかもしれないけれども、開発せずともできる検証を一覧化しています。対象ユーザーと、あと顧客の課題の特定、ソリューションの調査、開発。その中でも、この仮説の立案なのか、調査なのか、顧客の課題が調査済みなのかどうかっていうあたりを一覧化しているという話になります。 やってみてどうだったかっていうところなんですけれども、やっぱり大事だなというふうに思ったのは、あの一人一人、やっぱり誰かのために自分の仕事がつながってるっていうふうに思ったときに、一番力を発揮できるんだなということを実感をしています。下にあの効果とか自分自身のこと書いてますけれども、まあ、一番いいのにあるように、理解が深まると言葉が揃ってくるんですよねで。言葉が揃うと会議でのズレもなくなりますし、意思決定するときの納得感も非常に高いなと思いました。 あの時にインタビューした大々さんが言ってたからとかっていう話になりますので、とても良かったなというふうに思っています。あとはお客様ですね、顧客から見える世界、景色が覗けるようになったということで、ちょうど一週間前ぐらいにですね、学校の職員生、で私が先生をやっている夢を見たんですけれども、どん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 こう、本音に近づいていったり観察していくと、こういうことがやっぱり起こってくるんだなということを感じたりしました。ただ届けたい体験揃うからみんなの主体性上がったとっいうことと、 顧客視点が獲得できると、プロダクトがシンプルになります。よくあるのがリサーチすればするほどバックログ膨らむっていう話あるんですけど、それって課題が特定できてなくて、課題特定できてれば、さっき小山さんが言ってたように別のやり方もあるし、そぎ落とせるはずなんですよね。っていうところがあの見えるようになってきました。あとは顧客課題が本当に深刻かどうか、深刻じゃなかったら作っても使っていただけませんので、 お金を払うほど価値があるサービスなのかどうかっていう、機能なのかどうかっていうところのビジネスインパクトも見通せるようになってきたんじゃないかなというふうに思っています。あの、顧客の中でもこの体験を支援したいって思ったときに、その代替手段を取ってない場合、それってあんまり深刻じゃないよねとか、そのあたりの会話がチームの中でもできつつあるのかなというふうに考えています。 まあとはいえ、まだまだあんな,なところもありますので、そんなにきれいにできてないところもたくさんあるんですけれども、このような形で推進をしています。最後に、自分自身が日々ちょっと問いかけている、自問自答していることも皆さんにお伝えして、まとめという形にさせていただければと思うんですけれども、やっぱりお客様と話す機会が減ると、思い込みとか、これ多分困ってるだろうっていうので、推進前に進んじゃうんですよね。 最後に顧客と話したのはいつですかっていうふうに書いてますけれども、やっぱりある一定の期間の中でお話しするのは大事かなというふうに思っています。今私は一つの学校と毎月学校訪問させていただいたりしてますけれども、まあ、別々なお客様もありますし、一つのお客様とずっと定点的にお話しさせていただくというのも一つかなと思っています。あとは目的全体像を共有できてますかっていうのは、今日話した中心の部分ですね、施策管理全体像、全体の中で自分の仕事がどの部分につながっているかっていうのを感じたときに、 やっぱり一生懸命になれると思いますので、そこを大事にしていきたいなというふうに思っています。あと、自分自身の役割からすると、私、コード書けるわけでもないし、えっと、デザインで UI デザインできるわけでもありません。ただ、チームの中にそれをできるプロがいるわけなので、その皆さんが最大限力を発揮できる、フルスイングできる、全力疾走できるような環境を整備するっていうのが、あの一つの大事な役割なのかなというふうに考えて、UX リサーチは目的ではなく手段なんですけれども、 とても重要なチームを一つにする目的かなというふうに考えています。今日お話しした内容をもとにですね、クラシーではあの学校を超える授業支援をしていきたいなとか、先生方と一緒にオンラインのコミュニティも今、競争していったりもしますし、小中の方にも広げていったりもしていますので、もしあの拡大もどんどん今進んでいて、高校生の2人に1人が利用していただいていてですね、デパ地下の初売りに並んでたら、本当に後ろの方で。 あのクラッシッって言ってくれて加えて感動したことあったんですけれどもどんどん拡大してますのでもし興味ある方いたらぜひお話しできればと思っています。はい何かあの皆様にとって一つでも参考になる内容があればよかったかなというふうに思っています。本日はありがとうございました。ありがとうございました。皆様の本日のお話の中でですね結構共通する部分多かったのかなと思いましてご質問もいくつかあの近しいものとか頂い,いておりますので、えー、とちょっとそちらを どどんどん聞いていいてければなと思います、えっと、まず最初ですね、えっと、ちょっとワークショップの話ですとか、UX リサーチの現場参加みたいなところでちょっと共通している部分があるかなと思ったので、2つ合わせてあの掲載させていただいてます。えっと、読み上げますね、UX リサーチの現場への参加や調査,の調査結果共有など、さまざまなタイミングでチャンネルで機会を設けるものの、エンジニアメンバーが参加、参照しない、優先度が下げられてしまうといったケースがあると思います。 そのような時によりエンジニアのコンテキストに沿わせて無理なく関与してもらうような工夫はありますでしょうかというご質問と、こちらは西さんの時ですかね、ワークショップをやってみるのはとてもいいかなと思うのですが、なかなか時間がないと感じられるケースもあるかと思います。ワークショップ参加に関心を持ってもらったり、さらに参加のハードルを下げるための工夫というところをですね皆様にお伺いできればなと思います。本日、そ,それぞれの,あの立場からの 話をお伺いできればなと思いますので、まずはちょっと小山さん、上の質問について、なんかどんなふうに工夫ができるとかっていうところをお伺いできないかなと思いますが、いかがでしょうかわ、はい、かりました。はい、えっ、ー、と、PDM の方だと思うんですけど、どんなふうにあのエンジニアの方に声をかけられているかにもよると思うんですが、僕からちょっとあの想像の意義になりますが、3つ提案があります。1つはお客様が実際ににアプリをを触りに来てるのを あの見るんだけども一緒に見てみないっていう本当に見るだけでいいよっていうレベルからスタートをする2つ目が実際にその担当者の方が実装されている機能だったとしたら実際に機能実装してもらうまたはこれから実装するやつの検証だけど一緒にちょっと見てくれないかとで実,実際に見た後にどういう感想を持ってるか一緒に話をしないか っていうふうに振るパターン。まあ、実際、これや,やってもらったパターン。僕が逆に PDM 書やってもらったパターンなんですけども、3つ目、逆に、えっと、また、えっと、P、えっと、UX リサーチの日がありますとお知らせが流れてきて、だんだん関心が出てくると、逆にエンジニアの方から質問したくなってきます。これ聞いてくれって。そこまで持ってきたら、もう閉めたもんかなと思います。逆に僕もだんだん容領分かってきて、最後は同僚にちょっとこれ聞いてもらっていいかなっていう感じで、ああ、いいよ、いいよとか言って。 あの聞き取りの,あの計画書の中に入れてもらったりとかするところまで来たかなとは思います。ま,あ、かまとめると、気軽にちょっと10分見ていかないかぐらいでから始めていいかなとは思います。そうしたら自然とやっぱり自分の作ったプロダクトなんだから、絶対にそこの愛はあるはずなので、引きつけられるんじゃないかなと考えています。といちななみみみに下ののワークショップへの巻き込みみたいなところを ちょっと近しいお答えみたいなところもあるかもしれないんですけど、なんかクライアント側のメンバーを巻き込むみたいなところってどんなことをされてるかとかありますか、はい、そうですねあの、ワークショップっていうところで言うと、まあ、さっきあの小山さんおっしゃったこととちょっと重複する部分もあるかなと思うんですけど、まず全然興味がないっていう方も <laughs> 中にはいらっしゃるんですういう方の場合はあの、まあ、ワークショップの前段階 そういう感じであの、まずユーザーがどういう行動をしているかといと、まあ、動画を見てもらうというところが一つあのスタートとしてあるかなと思っています。こうユーザーがこう困っているところをちょっとまあ動画としては見てもらったら、それでまあちょっと何もあの感じない方はいないかなと思うので、まずあの動画を見てもらってこう、おうと思ってもらうところっていうところと、まあ、ワークショップに関して言うと、そうですね、あの参加して、 まあ自分はどういうどんなメリットがあるのかどんなベネフィットっていうんでしょうか参加することでどういうベネフィットがあるのかっていうところをあの初めに明確にまあ伝えておくとかそういうところがあの大事かなと思ってまして、えー、ここはその私のような外部の人間がまあ伝えるっていうこともあの結構有効かなと思いますし社内の、まあ、そういうあの担当の方がお話しする。 っていうのもあ,あとはあのめちゃくちゃあの事務的ですけどあの参加しやすいあの時期と期日をちゃんと選ぶというところは大事かなと思ってます確かに興味を持ってもらった上でさらにこう参加しやすい時間帯時期みたいなところもありますもんねエンジニアの皆さんがすごく忙しい時期にあのテストを入れても入れられてもっていう小泉さんすごく強くうなずいてらっしゃいますけど。あ あの常にエンジニアって忙しいって言ってるんですけど、うん、リリース直前は確かにやめたほうがいいと思うんですけどもあの、すっと入れ込める時間帯とか、例えばコーヒー飲んでるときにさりげなく聞いちゃうとか、そういうふうにやっちゃうと、うんあの、お互い人間なので、ふっと入れるかもしれません。ありがとうございます はですね、ちょっと次も近しいような感じではあるんですけども、えー、エンジニアに UX とは何か分かってもらえないときがあるのですが、UX の価値を理解してもらえないときは、どのようなアプローチが効果的なのでしょうか、これ、あのもしかしたらその、先ほどの質問の前段階になるのかなとは思うんですけども、ですね、こちらの質問、まず阿部さん、いかがですか。はい 難しい質問ですよね。<laughs> <laughs> あの、UX を理解してもらおうって思わない方がいいかなっていうふうに私は思いました。で、UX ってあくまでその、何でしょう、概念的なものなので、僕だったらっていう考え方でいくと、自分たちが作ろうとしているプロダクトの、プロダクトって、誰のどんな課題を解決したいんだっけっていうのをドキュメントにまとめたり、 チームで話していくときに、実は分かってないよねっていう、その困りごとをちゃんとチームに共有すること。じゃあその課題を明らかにするためのアプローチとかプロセスが UX だよねっていう話になると思うので、エンジニアの方に UX っていうことを分かってもらおうとするとうまくいかなくて、えっと、チームの課題、プロダクトで解決したい課題を明らかにするために一緒にやってみないっていうものをやっていった結果、後で振り返ってみるとあれが UX だったよねっていうぐらいが、 がちょうううどいいいいののかななというふうに思ったりしていますなので結論から言うとのチームをまとめているリーダーの人が今から開発したいものをやりたいんだけどちょっとまだ解像度低いから一緒にあのちょっとさっきみたいな10分話してみないみたいな,なそういうところから始めてみるのがいいのかなというふうに思いました先ほどの小山さんとかミスさんの話にもあったようにまずちょっと見せてみるとか ちょっと声かけて聞いてみるところからスタートして、まあ、その EX とは何かみたいなところは、一旦置いておいて、あの顧客を見てもらうとか、会ってもらうみたいなところを、なんとか作っていくっていうところになるんですかね。そうですね。あとなんか、エンジニアの方、みんなに参加してもらおうと思うとうまくいかないと思ってて、興味ある人が参加して、そのやってみてどうだったかっていう振り返りを、その方の口から共有してもらうとかにした方が、もしかしたらあの広がりやすいのかなっていうふうに思ってます。 こちらの質問ですねちょっとワークショップ皆さんされてたりとかいろいろあるかなと思うんですが、まあ、実際にワークショップで得た知見をどんな風に活かしたかみたいなところを、まあ、話せる範囲で結構なんですけど具体例があったら教えていただきたいというところで阿部、ね、さん、西さんとかにお伺いできればと思うんですけどもさはい、えっと、ワークショップで得た知見で言うとあの 他の方と一緒にチーム組んでやった学校向けの生徒さん向けのワークショップの中で今日常生活の中で困っていることを書くストーリーボードの9コマ漫画みたいなやつ書いたんですけどその課題とソリューションを書いてもらうというワークショップをいろいろやっていきました具体例で言うとソリューションは一旦切り離して今多くの生徒さんたちが困っている一日の中のシーンの解像度が上がったりとか それって別プロジェクトに行った時にもユーザー中心に見るときにすごく役に立ちますので、顧客に直接自分自身の課題、ソリューションを前提とせずに課題を書いてもらった素材が今でもすごく宝になっていて、どのプロジェクトに移動してもそれがその木の根っこの部分になっているなというふうに感じています。 ちょっとクライアントの話で話せる部分、話せない部分はあるかもしれないんですけど、なんかこういうふうに生かされてたみたいなところがもしあったら、お伺いしてもいいでしょうか。具体的になっているところですかね。あ、そうですね。それで言うと、そうですね。あの、学習時間を高校生が入力する機能があるんですよ。うん、はいはいはい。で、えっと、学習時間を入力すると、先生はそれを。 把握して時間足りないねととか強化バランスがちょっともうちょっと苦手教科やった方がいいんじゃないのっていう話があるんですけど先生から見たら嬉しい機能なんですけど生徒からしたら入力した結果メリットがあんまりなくてじゃあ生徒にとってメリットを返せるものってなんだろうって考えた時にちょっといろいろデータをあの加工したりもするんですけれどもその子が目指しているその大学とかに合格した人ってどれぐらいの学習時間だったかとかっていうのが出るようなものを考えてますね。 何こう具体的な施策につながっていくというのが、ワークショップでこうチームで目線が合う、すごくいいところですよね。そううですねありがとうございます今、意見、投票をいただいていて、ちょっとこちら、皆様にお一言ずつでも答えていただければな、かなり難しい質問が来てるんですけど、UX リサーチの方法について質問です仮説に対して調査方法が正しいかどうかというのは、どのように判断されていますでしょうか。 どのように判断されています、まあ、ちょっと UX リサーチの手法っていくつかあってそれがあの絶対これが正しいみたいなものはもしかしたらないかなと思うんですけどどういうふうに考えてその調査手法みたいなところを当てていってるのかみたいなところを簡単にお伺いできればなと思いますがそうですね西さん斉藤さん阿部さんの順番でお伺いしても大丈夫ですかそうですね私は UX リサーチャーっていう職種 でまあ、あのずっといろんなクライアント様の,あのご支援してるので、うん、そうですね、<laughs> 経験って言っちゃったらあ,のあれなんですけど、うん、そうですね、まあ、さっき加賀さんが言ってたように、とりあえずやってみるっていうことはちょっと大事なのかなって一つ思ってまして、まあ、こういう仮説があ,のあるんだったら、じゃあ、まあ、ユーザーテストにしてみようとか、インタビューにしてみようとか。 あのいろいろ試談はあるんですけども、まあ、そうですね、ユーザーテストやってみて、あちょっともうちょっとこう、深掘りが足りないなとか、そういうことがもしあったら、あじゃあちょっとインタビューでもうちょっとこう、ガイドを深くあのして、ちょっとこう深掘りをしてみようという感じで、あのこう実践をこう繰り返すみたいな感じで、私はいつもやってます。どうとうございます。調査方法が正しい、調査方法が正しい、そうですね。 調査自体をあの主体となってやったわけではないので、あのどちらの調査結果を、とか調査中の状況と結果を受け取る立場だったんですけども、やっぱり実装が終わって、リリースされた後に定、まあとに AB テストをはじめとした定量的な結果と、あと改めてあの使っていただいた、またその UX リサーチを通じた定性的な結果の次のやっぱり結果に。 し、でないと、僕はちょっと、僕の場合は、そこで改めて、あの、その成果を理解するってことは多かったと思います。はい。じゃあ、じあ、答えになってない、かもしれない、えー。ありがとうございます。え、はい、さん、いかがですか。はい。そうですね。あの、そもそも、今回、リサーチしたい目的って、なんだっけっていうことによって、調査方法が変わるのかなというふうに思っていて。仮説に対してってのもあると思うんですけど、そのリサーチしたい目的。 で、えっと、調査方法が正しいかどうかの判断については、チームの中でやろうとするとうまくいかない、誤ったまま進んでしまってミスリードしてしまうなと思っていて、その会社だと、あの駆け込み寺っていうのが寺があるんですけど、いや別のチームの人たちに話し聞いてもらって、客観的にこの方法で合ってますかっていうのを確認をしてもらうようにしたりとか、あとは、 UX リサーチスパー,スパークリングみたいな、スパーリングみたいなやつですけども、ボクシングみたいな感じで、ちょっと軽くあの当ててみて、この聞き方だとだめかもねみたいなのは、事前に社内で判断するようにしています。なので、事後というよりかは事前に、えっと、目的に対して調査方法が合っているかどうかを確認するような位置づけで考えていますね。いずれにしてもこう、その単体のリサーチで満足することなく、次にどうつなげていくかみたいなお話になってくるということですね、目的だとか。そうですね、ありがとうございます。 はい、というところで、あの駆け足になってしまったんですけども、ご案内は以上となります。あの皆さん、ご登壇いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。え、ました最後までご視聴いただきました。した皆様も、あの、ちょっと時間オーバーしてしまいまして、すみません、ありがとうございます。それでは、あの、ウェビナーを終了。したいと思います。午後のお仕事も、皆さん頑張ってください。お疲れ様でした。では、失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。